今回はさよならを教えての巣鴨睦月ちゃんを紹介しようと思います。いやちょっと待てよと、新海誠の動画を出した後に取り上げるキャラクターじゃないだろうと皆さん言いたげですね。まあ確かにそうなんですけど、ちょっとねどうしてもこのキャラクターを動画にしたいと思ってしまったんでお許しくださいってなわけで、まあこのゲームを知らない人も中にはいるかもしれないので、その方のためにどんなゲームか一言で説明すると、まあおそらくネタバレせずにプレイしたらこの世で一番恐ろしいゲームです自分はこれをねネタバレなしでまあプレイできたんですけど、まあ本当にねひどい目に遭いましたね。最初こそは興味本位で買ってなんか火傷した気分でしたが、いろんな考察動画や記事に触れて本作への理解を深めていくたびに、さよならを教えての魅力に取りつかれ、最終的に作中の登場人物を置かずに使えてしまうほどに成長してしまいました。そうなんですよ、このゲームのキャラクターって結構可愛いんですよね。今回はその中でも一番可愛いと思われる巣鴨睦月ちゃんについて解説したいと思います。ちなみにもうこっからネタバレ全開でいくんで、プレイしてなくてこれからプレイするよって予定の人は今すぐここでブラウザバックしてくれ。さよなら教えてとは2001年に発売されたクラフトワーク制作のアダルトゲームです。物語は教育実習生の主人公が放課後の夕方にいろんな女の子と交流していくゲームです。登場する攻略対象のヒロインは巣鴨睦月、高田望、田町真昼、目黒みゆき、上野小百合の5人です。放課後になると学校のどこに行くか選択肢が現れて、行く場所によって会える女の子が変わる感じなんですよね。ここだけ聞くと普通のギャルゲーのように聞こえるんですけど、まあ、物語を進むにつれて主人公のおかしな行動が目立ってくるんですよ。具体的に言うと、そのすっぱだかで廊下を歩いたり、その廊下で用を足したり、選択肢で屋上を選んだはずなのに全く違う場所に向かっていたり、極めつけはヒロインをいたぶって殺してしまったり、まあ、特に最後に関しては完全に人として終わってる行為なんですよ。でもそんな突拍子もない行動に驚きはするんですけど、違和感はあまり感じないんです。なぜならそもそもこのゲーム自体、雰囲気やら場面転換やらセリフ回しやらもう全てがおかしいからです。さっき殺したはずの女の子が次の日ケロッと生きていて、普通に主人公に話しかけてきたりするんです。はっきり言ってもうめちゃくちゃなんです。まあそれもそのはずで、実は今言った話は全部主人公の妄想で、そもそも主人公は教育実習生ではなく統合失調症の精神患者さんで、本作の舞台も学校ではなくて病院だったっていうのがオチなんですよね。女の子もムツキちゃん以外は全員存在しません。妄想の中で存在する女の子たちと話をしては妄想の中で殺しているんですよ。いやちょっと違うな、現実のカラスだったり、まあ、猫だったり人形だったりとか、そういった人じゃないものを女の子だと思い込んで話しかけているんですよ。物語は最後まで主人公の統合失調症が治らないで永遠と妄想の世界をさまよい続けます。もうねこれっぽもう救いがないです。終わらせ方がね本当に怖いんですよね、まあ、バンされそうだから映像は流せないんですけど、恐怖、絶望、悲しみ、苦しみといった人間が感じられる負の感情をぎゅっと詰め込んであって、もうプレイしてて気持ち悪さ全開です。ただ何回もあのエンディングを見ていくうちに、もうだんだんその気持ち悪さを感じられなくなって、この作品そのものが神々しく見えてくるので、まあそこまでいくと本当にね気持ちいいですよ。まずはビジュアルが恐ろしく可愛い点ですね。2001年に発売されたゲームなんだけど、睦月ちゃんね結構可愛いんだよね。2000年代前半のキャラデザってなんか見た感じ目が大きいイメージがあるんだけど、睦月ちゃんはそういうわけでもなく、なんか古臭さを感じないとは別なんですけど、最近の洗練されたイラストと比較してもそこまで見劣りしない気がします。まあデザインの話はどうでもいいや。本作には攻略対象のヒロインが5人いて、4人が妄想の存在だったわけですが、実は彼女だけは実際に存在しているんですよ。つまりは主人公を救える可能性があった唯一のキャラクターなんですよね。そういった事実が睦月ちゃんを他のヒロインよりも尊いキャラっていう印象に仕上げているんです。ただ妄想上のキャラではなく実在している存在だから、ただ立っているだけで主人公のプライドにダイレクトに響いちゃうんですよ。主人公が統合失調症になった要因は、教師になれなかった自分に対するコンプレックスだったり異性への不信感だったりするんで、睦月ちゃんの存在自体が作中では恐ろしく、そして神々しく見えてしまうんです。
まあ要するに主人公にとってムズキちゃんとはもう刺激物そのものなんですよね。この結晶が畏敬する天使様なのです。ただ我々もそんな主人公の心情を追体験していくうちにその気持ちがなんとなくわかるようになってしまい、最終的に我々プレイヤーも今まで感じてもいなかった彼女に対するコンプレックスや不信感が爆発してしまうんですよ。そういった感情が彼女を魅力的な存在に見せているわけです。だからこそ主人公が妄想上で彼女とエッチしたりするシーンを見てこの上ない多幸感を味わうことができ、そして終わった後に自分の心情を理解して背筋が凍ってしまうんですよ。このゲームを客観的に見れる人は何一つ怖くない作品かもしれませんが、主人公に入り込んでプレイしたらとんでもない恐怖に襲われますね。今回はさよなら教えたのムツキちゃんの魅力を紹介しました。まあムツキちゃんそのものの魅力というより主人公視点で見た彼女の魅力ですね。もう神々しくて恐ろしい、でもどっか惹かれてしまう気持ちもわかると。まあ他のヒロインは主人公のトラウマを癒すためだけの存在なんで、まあ現実味がないというかあまり触れたくないというのが正直な印象ですね。てなわけで本日の動画は以上となります。ありがとうございました。